このコーナーは私本庄まなみが実際にもう一つの京都を訪れその場所の魅力をお届けするコーナーです。今回訪れたのは亀岡市。この亀岡という場所を簡単に紹介しましょう。亀岡市は京都市の西隣に位置し、京都市から電車でも車でもおよそ20分、大阪市からはおよそ1時間と、暮らしはもちろん観光にも便利な町で、豊かな緑に包まれた快適な生活空間を有する地域であることから、着実な人口増加を続け、現在は京都府内3位の人口を有する元気な町となっています。今月は京都市内から亀岡に移住し、体験もできるガラス工房をオープンされた松本大輔さんへのインタビューの模様を通じて、亀岡の魅力をお伝えしていきたいと思います。今週は3週目です。まずはこれまでのダイジェストをどうぞ。ガラスにも絶対ぬくもりを感じられるものはあると思うんですね。で、僕らみたいに人が作ってるものなので、ぬくもりっていうのを与えることはできるし、それをなんか人に伝えられたらなというので、まあ、ぬくもりっていうテーマでカローレっていう名前をつけて。何をきっかけにこの亀岡というこの場所にやってきたんですか？もう今までね、箱根等々の観光地で吹きガラスの体験の仕事をやってきたんですけど、はい、なかなかこう多くの方がいらっしゃって、なんか僕のしたいなって憧れるサービスみたいなものができなくなってきたんで、で、まあ、一人一人のお客様にこうちゃんと接して体験してもらいたいなっていうのがあったんで、まあ、こちらの方に移させてもらって、で、できるだけゆっくりと丁寧な体験っていうのができるかなというので、こちらで始めました。松本さんの工房は亀岡市内の住宅街の中にあるんですけれどもね、本当にのんびりとこう街をぶらぶら歩いていると、突然現れる大きな倉庫、そこが松本さんの工房兼、まあ、スタジオになっているんですけれども、今週見つけた亀岡の魅力その3は、物を大切にする心です。一体どういうことなんでしょうか。今週の京ハーモニーをお聞きください。形から選んでいただいていいですか？はい、形はですね、はい、小鉢の形を、小鉢、はい、じゃあ今度は色の付け方なんですけどね、はい、この螺旋状になっているねじるとこの少し水玉が大きくなるぼかすと、うん、はい、このちっちゃい水玉のぼかさないと色の付け方があります、はい、で、全体に入れるか半分だけ入れるかを選んでいただくんですが、うんうん、まずはこう色とは別に好きな柄を選んでいただいていいですか？こうなんか点々のやつが可愛いかな。じゃあ色なんですが、この中に9色あるんですね。9色、はい、はい、で、この中から2色色を選んでもらいます。はい、あ、迷いますね。これは迷われる方はいっぱい迷われるんで、うん、迷いは迷うほど愛着を湧きますね。じゃあ、ピンクと水色、はい、水色、これで作業の方に入らせてもらいます。はい、よろしくお願いします。軍手と腕カバーとエプロンをつけましたね。じゃあね、ちょっとドキドキすると思いますが、頑張ってやりましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ僕ガラス巻いてくるんで、ちょっと座ったままお待ちください。はい、ドキドキ。このね、釜の中、この釜でガラスを溶かしているのと、はい、ガラスをね、後で温め直したりしていきます。後で本庄さんには一回この前で作業してもらいますんで、この中がだいたい1000度ぐらいになってますね。では最初ですね、出てきた。これがね、オレンジに見えるんですが透明のガラスになります。はい、これにね、選んでいただいた色をつけさせていただきますので、はい、この白い粒をつけます。はい、今度はこの青い粒ですね。これで全体にひっつきましたよね。本当だ。今度はこれを温めて溶かします。はい、じゃあね、僕の後ろを回っていただいて、こちら来ていただいていいですか？じゃあこの棒を両手でお持ちいただいて、はい、棒をね、こっちにくるくると回してください。そう、粒がちょっとずつ焼けてガラスが柔らかくなってきます。はい、OK です。色ももうほぼほぼ溶けたんでね。はい、じゃあ今度これに息を入れてもらいますね。はい、じゃあ作業台に座ってください。はい、ほい。
1回目はねちょっとしんどいです。少し強い目に長い息で吹いてください。で吹いててしんどなったら口離して息継ぎしてください。で口つけたまま息吸ったからって熱い空気入ってきたりとかすることはないです。はい、頑張って膨らましたがちっちゃくなるんで口離して息継ぎしてください、はい、息が漏れへんように一回息継ぎしましょう。これでちょっと入ってますね。もう一回今度は普通の息でいいです。ゆっくり吹いてください。ぐーっと、そうそうそう、いいですよ。あとちょっと、はい、OK です。これで丸っこく大きくなりました。はい、大きくなりました。で、ね、はい、今度は底を作ります。はい、その木の板をお持ちください。はい、その板をねここの先端に当てていただいて軽く押してもらいます。ほんなら先っぽが潰れてこう平らになってきたりします。あ、本当だ、平らになりました。で全体がちょっと潰れた感じになってきましたね。はい、はい、OK です。はい、ほんなら小鉢の感じが見えてきました。口が広がって、本当だ、形はこんな感じの小鉢になります。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあこれで完成になります。ありがとうございます。というわけで私も体験してきましたけれども、ね、手作りの本当に世界で一つしかない自分だけのガラス製品を作ることができました。これね、できたらものを大事にする心、もうここだろうなっていう風にポイントが出てきましたけれども、後半部分もお聞きいただければと思います。実際にこちらでグラスとか、まあ、いろんな食器類作ったお客さんたちで使ってみた感想とか聞いたことありますか？ありますね。そのリピートで何回か来てくれてる方もいらっしゃるんで、やっぱ自分で作ったもので飲むと、いや特別な感じはありますよね。今まで買うことが中心やったから、やっぱりそれは違いますし、お子さんがよく来てくれはるんですけど、やっぱりこうそのものも大切にして使ってくれはるんで、そうか、自分で作ったもう世界にこれだけしかない一つのものっていうことで、はい、マイグラス、そうですね、大事にしますよね。しますね、やっぱり。いや、なんかそういうことからものを大切にするっていうのが生まれてくるのかなっていうふうには思います。松本さんは、まあ、ガラスの作品だけではなくて他にも手作りしてしまったものがあるっていうふうに伺ってるんですけれども。そうですね、家を自分で作って今は住まいとして、急にまたスケールが大きいものになりましたけれども。そうですね、やっぱりこれもあれですね、その昔から人が作ってるもんは自分で作れるもんやっていうのを思ってたんと、でも家は別物やってずっと思ってたんですが、僕のそのガラスを教えてくれた先生が自分の家を作らはったんですね。それを僕もお手伝いさせていただいたこととか、そのもうこれはあんまり関係があるかどうかわからないですけど、僕のおばあちゃんですねが昔その大雨の時に僕ポテトチップスがどうしても食べたくて、おばあちゃんにダダこねたんですね。ほんなら買いに行けへんと、でも食べたいってダダこねてたらポテトチップスを作ってくれたんですよ。で人がね買うことしかできひんもおばあちゃんが作ってくれたから、ほんまになんかそこから生まれたもんやと思います。何でもこう頑張れば自分でできるっていう、でもあくまで自分が住むのがベースの家なんで、そんなこう人を招いてとかいうレベルの家ではないと思いますが、まあ自分でやったけど、まあそれなりのもんはできたかなと。今はじゃあご家族で、そうですね、住まいに、はい、まあまだ完成には至ってないんですけど、よかったら見てみてもらえれば嬉しいなと思います。いいんですか？はい、じゃあぜひぜひさせてください。はい、さあ松本さんのお話ありましたけれどもね、実際その私まずはガラスのね制作体験もしたんですけれども、作ったのはですね、直径
5、6センチぐらいの小鉢なんですけれどもね、透明なガラスに水玉模様が、水色とピンクの水玉模様が入っていて、中に気泡がね、たくさん閉じ込められている、本当にね、すごい可愛い小鉢ができました。で、実際本当に毎日のようにね、うちでは使っているんですけれども、例えばそこにはピクルスを入れてみたりとか、例えばちょっとしたデザートの一口アイスだったりとか、あと今の時期は柿がね、果物の柿がうち大好物でみんな食べるので、柿をねちょっと一口だけそこに入れたりとか、いろいろ楽しく使っています。物を大切にする心というキーワードを先ほどご紹介しましたけれども、本当にこうたった一つの自分だけの宝物というところでね、このガラスの器、私も大切に今も使っていますけれども、松本さんのその幼い頃の原体験として、やっぱりおばあちゃんが作ってくれたポテトチップスっていうのはね、非常に大きなキーワードになってるんだなっていうふうなことをお話を伺いながら感じました。やっぱりその子どもの頃に何かを作ってもらったこととかね、そういうのってこう買ってきたものとは違う、こう本当に大きなね、喜びだったりとか、びっくりだったりとか、気づきっていうのになるんだなっていうふうに思ったんですけれども、我が家も実はうちの娘がですね、私が、もう5年ぐらい前に作った猫の形をした抱き枕をね、クリスマスプレゼントに手作りしてあげたら、それを非常に気に入って、今もねずっと使っているんですけど、もうくったくたになって、もうなんか穴もちょっと開きそうになって、生地も薄くなってきてるんだけれども、やっぱりそういうのをすごく大事にしてくれて、いまだにね頭を乗せて寝てたりするのを見ると、あ、なんかこう本当にその手間暇をかけて作っただけの時間がね、大きく実って、彼女の心にも残ってるんだろうなっていうふうに思って、嬉しいなっていうふうに感じているんですけれども、きっとねこの松本さんのおばあちゃまもね、ずっとそのポテトチップスを作ってもらったっていうことを、ずっと松本さんが今でも大切にこう心の中にね、宝物として取ってあるっていうこと、おばあちゃんがねきっとそれを知ったら嬉しいだろうなっていうふうに思ったりもします。さあ、そして松本さん、なんとお家まで自分で作っちゃったっていうことなんですけれども、このお家の模様を中を見せていただいた模様は、また次週にねお届けできるかと思うんですけれども、実はこのガラス体験工房のある倉庫の中にお家があるんですね。なので実際こう取材に伺った日もですね、奥様とそしてお子さんたちもね、実はこの大きな倉庫の中にいたんですけれどもね、お子さんたちね、おとなしくねしてて、こうなんかね別のお部屋でね何かしてたんですけれども、その様子もちょっと見せてもらったりとかして、あ、なんか住まいとこうお仕事が一体化してるね、こういう環境ってきっとね子どもたちにとっては いろんな学び発見あるんだろうな、なんていうふうにも思いました。なんかすごくいい環境でここのお子さんたちは育っているんだなっていうことも感じられて、とても幸せな気持ちになりました。さあ、来週は完結編となります。グラススタジオカローレの松本大輔さんとともに、亀岡の魅力をさらに深く迫っていけたらと思っています。以上、タッチ・ザ・キョーハーモニーでした。